がとう。と、シャークさんこんにちは、ありがとうございます。今5時、こんにちはか。うん、ありがとう。なかなちゃん、ありがとう。こんにちは。こんにちは、こんばんは。わかんない。もうだいぶ暗くなるのが早いね。もう、今日天気悪いからか、でも暗いの。いやー。くまさん、ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。ありがとう。今日めっちゃ寒いですね。うん。なんて書きます。え、30日来てください。デリーベだ。待ってます。ナルビーさん、こんばんは。ありがとうございます。この間もありがとう。はい、今日はこの後ライブなので配信は本当に15分くらいしかできないんですけど、申し訳ない。最近毎回さ、配信がさ、レッスンの前とかライブの前とかでさ、あんまなんか15分しかできてなくて申し訳ないね。最近毎日レッスン、ライブ、フリーレー、リリーベ番組とかいろいろ入ってるので、うん、またね、落ち着いたら1時間とか配信するので、ちょっと待っててください。日曜日リバイお疲れ様でした。ありがとう、時期ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。来てくれて嬉しかったね。曲も2曲披露できたし、この間1日までごめんね。お仕事頑張ってください、くまさん。どう、体調大丈夫？うん、大丈夫。なんかちょっとでもね、寒くなってきたからね、鼻が怪しくなってきたけど、全然なんかその具合悪いとかはない。なんか最近は具合悪いとかじゃなくて、ちょっと疲れてきてるなって感じはする。眠たい感じ。と、もう秋葉原、おお、早いね。前も急いで向かわないと間に合わなくなっちゃうからさ。まなみ、あ、ほうきさん、ありがとうございます。挨拶できるけど頑張って、お仕事頑張ってください。応援してます。威嚇されなくてよかったです。威嚇、うんうん、威嚇ね、しなかったね。しないですよ、なかなか。ガルグルルル。いや、めっちゃ寒いからね。ねえ、めっちゃ寒い、びっくりした。なんかもう今日朝学校行く時とかもめっちゃ寒かったし、学校の教室にいてもさ、あの暖房かかってるはずなのにめっちゃ寒くて、めっちゃ寒かった今日。もうこの季節はたくさん飲み物買っちゃう、あったかいやつ。ダメだよ、飲み物は吸収率が高いから、糖分とかね、ちょっと太る原因だから。でもあったかいの飲みたくなるよね。まあでもあったかいのだったらミルクティーが好きだからさ、ミルクティー買っちゃうんですよ、寒くて。だからちょっとね、気をつけよう、買いすぎないように、あったかいやつ。けどコーンポタージュも好きけど、一番はミルクティーで、ストレートティーとかレモンティーとかは飲めないから、ティーはミルクティーしか飲めないんですよ。だからミルクティーかコーンポタージュ系か、それかなんかほうじ茶ラテとかも好き。ほうじ茶がめっちゃ好きだった一時、めっちゃハマってたけど、最近はそんなハマってないかも。あ
とはたまに飲みたくなるのがなんかレモン系、なんかレモン、蜂蜜レモンみたいなやつ。のりぴーありがとう、またね、ありがとうございます。たまにね、蜂蜜レモン系を飲みたくなるね。あと何がある？コーヒーは飲めないし、あとあったかいお茶もそんな飲まない。コムタージュ好き？ね、美味しいよね。寒くて温かいのものめったに買わない。まあ、逆に普段飲み物全然飲まないけど寒くて買っちゃう。なんか持ってるだけでもあったかいじゃん、こうやってあったかーってなるから。普段あんまり水分取らないんですけどあったかいの買っちゃうかも。飲むと飲まない、一生一生まま飲まない。あったかいのはね、あったかさを求めて買っちゃうんだよ。で結局ね、飲みきる前に冷たくなっちゃって捨てちゃう。悪いところ、本当に全部飲みきります。頑張ってすぐ捨てちゃう、飲みきれないから。半分も飲まなかったりするもん。とりあえずあったかーってなって買って飲んであったかーってなるんだけど飲みきれない、もったいないね。気をつける。カエル代わり、そんなところある。そういう感じです。なんだろう、冬、まあ、おでんあんま食べないんですけど、この間初めておでんを美味しそうと思ったの、コンビニで見て。なんかね、メンバーがめっちゃおでん食べるの。レッスン前とかもめっちゃね、誰かしらおでん食べてるのね、メンバーが。特にゆりとみずきんがめっちゃおでん食べてんだけど、みゆもこの間食べてて、みーたんが食べてるのあんま見たことないかも。でね、まあ、おでんはあんま好きじゃなかったんですよ、これまで。けど今年になって初めておでんが美味しそうと思ってね。でもね、だからコンビニのおでん食べたことないからね、食べてみたいです。おすすめの具はありますか？おすすめのやつ。カイロはね、なかなか使わない。かまだカイロ早い気がする。違う、ブカチミータンも言ってたな、ちくわ好きな人いないのって。仲間に影響ある。そう、好きやじゃん、ありがとう。ここにいるなって思ってた、みんなから見たらこっちかな。好きやは何が好きなの？つやしは白滝。ああ、美味しそうかも。まなみ何が好きんだろう。ちくわ好き。ああちくわか、ちくわ美味しそう。なんか変な髪がある。ちくわ部何が違うの？違いが分からん。一緒じゃないの？違うものなの、それは。なんだろう、卵食べたいな。けどね、黄身がボロボロなるのがすごい好きじゃない。卵の白身が好きです。ものが違う。え、そうなの？一緒じゃない？嘘、そんなことある？そうなんだ、ちくわ部。へえ、何もかも世の中ちくわだと思った。じゃあ何だろう。大根、大根好き。なんかお肉とか食べたい。お肉好きなんですよ。最近ずっとお肉食べたいって言ってる。お肉が食べたい、お肉が食べたい。ちくわ魚セミ。あ、それならちくわぶが美味しそうだ。へえ。卵、そう、卵でも美味しそう。おでんの季節だ。おでんの季節。あと何だろう。
肉の塊が食べたい今。肉の塊が食べたい。ステーキ、大きいステーキ食べたい。ボイミーダガール、なんだろう、あとお肉が食べたい今。この間ラーメン食べた、二郎系のラーメン、めっちゃ量がたくさんだったの。だから前の作戦を立てて、絶対普通だったら食べきれないから作戦を立てて、早くたくさん食べようと思って。だからね、YouTube とかでたくさん食べてる人の見るのが好きなんですけど、こうずっと噛んでたりすると何、お腹いっぱいになってきちゃうから早く食べるの。うーんって、前も早く頑張って食べた、下全部食べれた、やったー。でもめっちゃお腹いっぱいになったけど、いきなりステーキ行ったことないです。ちくわ、ちくわぶね、違いがあったんだ。いきなりステーキ行ったことない。ステーキ、いきなりステーキ、ステーキ屋さんか。ずっと焼肉みたいなのは結構食べるんだけど、ステーキ食べてない最近。なんかファミレスとかもなかなか行かないし、ステーキを食べに行くっていうことが、なんだろう、冬お鍋、今日の晩ご飯お鍋だ。お鍋も季節だね。クリスマスプレゼントはいきなりステーキか。いきなりステーキクリスマスステーキ行ったことない、どんな感じなんだろう。クリスマスプレゼントいきなり、あ、カードがあるのか、いきなりステーキだっけ。ね、ゼロさんありがとう、ゼロありがとうね、こんばんは。かわいいやつにしてください、中野ちゃん、かわいいやつ。 We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas and a happy new year。 なんか冬の曲とかあるかな。カドル、へえ、そうなんだ。スタバ行きたい、最近行ってない。クリスマスの曲、きっと君は来ない、一人きりのクリスマス、わかんない、ここしかわかんない、この歌。ワンマン休み申請した、おー、ありがとう、確定フラグ、おー、休み休み取っていこう。どっちのカードがいい、スタバスタバ、おい、ミートガー。最近ね、日本語の曲たくさん聴き始めた。最近ずっと英語と韓国語しか聴いてなかったんだけど、昨日を買うためのエンジンはやはり
夜が明けた今も来ないまま。ね、15分経った、行かなきゃ、急いで行きます。遅刻遅刻、我慢も遅刻。うん、はい、ということで、今日は19時半から秋葉原末広町のコズミックラボさんで無線のイベントがあります。そう、無線でね入れて、ドリンクが2ドリンクなんですけど、無線なのでお時間ある方はぜひぜひ秋葉原コズミックラボ会いに来てください。ということで、以上近所のムラミンこと瀬野ムラミンでした。バイバーイ。